肉体と幻想は1943年のアメリカ合衆国のアンソロジー映画。監督はジュリアン・デュビビエ。出演はエドワード・ジー・ロビンソン、シャルル・ボワイエ、ロバート・カミングス、バーバラ・スタンウィックなど。デュビビエ監督の前作、運命の共演のヒットを受けて作られた。二人のクラブ会員が超自然現象を扱った三つの物語を読み聞かせる形式。 原作はそれぞれエリス・セント・ジョセフ、オスカー・ワイルド、ラス・ロバドナイ。タイトルを、肉体と、幻想と表記しているチラシもある。原作は、エリス・セント・ジョセフ。舞台は、ルイジアナ州、ニューオーリンズ。ヘンリエッタは、法学部生のマイケルが好きだが、自分の容姿が醜いと思い告白できずにいる。マルディグラの夜、謎の紳士が美女の仮面を貸してくれる。 マイケルは仮面をつけた彼女をヘンリエッタと知らずに恋をする。仮面の下の顔を見たいと懇願されるが、ヘンリエッタは拒否。真夜中になり、仮面を返しに行くが、謎の紳士はどこにもいない。マイケルに迫られ、ヘンリエッタはついに仮面を脱ぐ。マイケルの想像通りヘンリエッタは美しかった。これまで醜かったのは、ミニキーと思い込むヘンリエッタの心のせいだった。原作は、 オスカー・ワイルド、アーサー・キョウの犯罪。舞台はロンドン。結婚間近の弁護士マーシャル・タイラーは、あるパーティーで、ことごとく未来を言い当てる手相見のポジャースを知る。自分も占ってもらうが教えられないと言う。それでも無理に聞き出すと、タイラーが、間もなく、殺人を犯すと告げられる。タイラーは不安に取りつかれる。もう一人のタイラーが悩むよりいっそ誰かを殺せばいいと、消しかける。 タイラーは余命ばくもない老婦人に毒入りチョコレートを送る。その老婦人が急死し、ほっとしたタイラーだが、婦人の死は病死だった。混乱したタイラーは、霧のロンドンをさまよう。そこに、ポジャースが通りかかる。タイラーは、ポジャースの首を絞めて殺すが逮捕される。原作は、ラスロバドナイ。第2話のラストで、タイラー逮捕の瞬間を見ていた綱渡りの、 ポール・ギャスパーは最近悪夢に悩まされている。綱渡りの最中、客席に奇妙な耳飾りをした女を見て落下する夢だ。それが気になって綱渡りもできなくなる。ニューヨーク巡業のため大西洋航路に乗船すると、夢に出てきた女そっくりのジョーン・スタンリーと出会う。不思議な縁に導かれて、二人は愛し合う。しかし、ポールは別の悪夢を見る。ジョーンが、 警察に逮捕される夢だ。ニューヨークでの公演。ジョーンが見守る中、心配していた綱渡りも成功する。悪夢を克服できたのだ。しかし、ジョーンの逮捕は、まさ夢となる。ジョーンを愛するポールは、ジョーンが刑期を終えるまで待つと約束する。枠物語第1話第2話第3話,話当初は4話構成の予定だった。もう一つの話は、農夫と盲目の娘のもとに脱走した。 殺人鬼がやってくる話。ラストは、嵐が吹き荒れ、殺人鬼から娘を救う。試写会では好評だったが、ユニバーサルはこのエピソードを削除。その穴を、ロバート・ベンチリーのユーモラスな枠物語で埋めた。しかし、ユニバーサルは削除したエピソードの映像を無駄にしたく、なく、脚本ロイ・チャンスラー、監督レジナルド・ルボードを起用し、長編映画、デスティニーとして、完成。 公開した。ありがとうございます。